稲垣来たるほ、稲垣来たるほ、稲垣来たるほ、1900年12月26日から1977年10月25日は、日本の小説家。1920年代、大正末から1970年代、昭和後期にかけて、抽象思考と非行願望、メカニズム愛好、エロティシズム、天体とオブジェなどをモチーフにした数々の作品を発表した。 代表作は、千一0秒物語、少年愛の美学など。稲垣は1900年、大阪市船場に、司会の次男として生まれた。7歳の頃から洋曲、姉妹を習う。小学生の時、祖父母のいる赤市に移住し、神戸で育つ。1914年、関西学院普通部に入学。関西学院では混沌校などと同級になった。小さい頃から、映画や、 飛行機などに魅了され、その経験をその後の作品に昇華させる。在学時に、同入し、飛行画法を相関。1916年、飛行家を目指し発足したばかりの羽田の日本飛行機学校の第一期生に応募するが、禁止のため不合格。ちなみに、この時の合格者に、つぶらや英二がいる。となり断念した。1919年、 関西学院卒業後、神戸で副陽気制作に携わり後に、再び上京する。出版社に原稿を送った後の1921年、佐藤晴夫に、1001秒物語の原型を送付、佐藤の地遇を得て、佐藤の弟の住まいに転居した。また同年の第2回未来派美術展に、ガツの三文子を出品し入選している。1922年には、チョコレット、 星を作る人を、婦人公論に表。1923年に、1001秒物語を、稲垣樽保の筆名で、金星堂より観光、モダニズム文学の新聖として、注目を集めた。しかし同年、関東大震災により西菅母に移った。稲垣は、この前後、雑誌、文芸春秋、新潮、新青年を中心に作品を発表、単行本も、 星を売る店、1926年、天体思考書、1928年と数冊ほど、刊行され、新感覚派の一角とみなされた。ダブル C は、横光リーチの絶賛を得る。文芸時代同人の頃には、稲垣と同じく同性愛研究家でもあった、江戸川乱歩と出会う。ところが、佐藤が、菊池博士の作品を褒めたことにより、 文芸春秋のラッパ武器と佐藤馬倒、稲垣は寄宿していた、佐藤の家を飛び出し、文壇から遠ざかっていった。1930年、歌卿の証へと移り、それまでの作品を整理、清筆して、ビタ巻にカリスにまとめる作業にかかる。1934年には、父の仕置き商店を経営し、共同経営者の使い込みが発覚して、これを単独経営にするが、 これも差し押さえられ、その後は、家賃の未払いなどもあって、各所を転々とする。1936年に上京し、未労クなどを執筆、アルコール、ニコチン中毒により執筆も滞ったが、同時期に、伊藤聖、石川敦氏と交友を結んだ。分断から離れた後は、主に同人誌で作品を発表し続けたが、極貧の生活を送り、出版社からも、 距離を取られることになる。1950年、篠原代と結婚し、京都に移った。稲垣もそれまでの著作の開校をはじめ、作家に160編など、精力的に作品を発表する。佐藤没後の1968年、三島由紀夫。ちなみに、三島は、小説家の休暇において、稲垣たる星の仕事に、世間は、持つと敬意を、払いはなくてはいけないとし、 昭和文学の持つとも微妙な花の一つであると三次を送っているの後押しで少年愛の美学が第四回谷崎潤一郎賞の候補となり受賞は逃したが第一回日本文学大賞を受賞したこれに三島は久しい間一部の高塚にだけ知られていた稲垣樽穂は今や時代の最も先端的な現象の一つになり若い人たちの伝説的英雄にさえなったと述べ 1969年から、稲垣タルホ大前、全六巻が刊行され、一種のタルホブームが起きた。1977年10月25日、結腸癌で入院していた京都市東山区の京都、第一赤十字病院で、急性肺炎を併発し死去した。去年76、開名は、尺国うといった。自身で、一種の文学的絶縁とニヒリズムと呼ぶ。 千一秒物語に、死の佐藤春夫は、童話の天文学者セルロイドの美学者という序文を書き、芥川龍之介は、大きな三日月に腰掛けている、稲垣君、本のご礼を言いたくても全イ仕掛けのがでもなければ君の、チョイスには高くていかれやしないと寄せた。宇野浩二は、新鮮な、得意な物語と表し、星新一は、星を拾った話について、 一つの独特の小宇宙が形成された感性による死の世界と述べている。ロードダセ性にの作品に登場する都市、バブル君道を舞台にした、高気良し気分、中央公論1923年2月に、伊藤聖は、還元の遊びを含め、アラビアンアイとの小厚しな回帰性を加え、また風刺の辛さを含めた、この作品は長く失われない味わいがあると評した。 人間を口から肛門に至る一つの筒と見立てた。エッセイ、A 感覚と V 感覚を独自の一元的エロス論として評価した渋沢達彦をはじめ、渋沢、生田耕作、肘方達美、種村末広、松山俊太郎、加藤育也、高橋睦夫、松岡聖吾、荒又博士など多くの人から尊敬を集めた。すべての自作を諸女作、 千一秒物語の注釈であると、宣言、千一秒物語の倫理史、この千一秒物語をはじめ、稲垣の主要な作品のほとんどが何度も開講されている。A 感覚というものを軸に、白隠傍傷と事故の原体験を紡いだ、稲垣の集大成衛星、少年愛の美学は単なる少年愛論にとどまらず、独特な精神的性愛論として高く評価されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。